And welcome to the Noodle Show. Today we are playing Trails of Ozzer. I hope you're all enjoying. Trying to get my scheduling back on schedule instead of it just being one video a week. Should be two. This week, maybe. My sleep schedule was all buggered up last week. Ah. Yay, I'm well today. There we go. Just remember buttons. Challenge was done. Okay, so we're headed to the reception hall. そういえば、キーヤは誰かが連れて行ったのかな？ええ、リオちゃんが連れて行ってくれたけど。そっか、それなら安心だな。何かあったの？いや、いろいろあってナーバスになってたみたいだからさ。まあ、テーマパークも楽しんでくれたみたいだし、心配いらないと思うけど。I am trying to get out of this intermission so that maybe I can continue the story. I'm hoping this is the last part of the intermission. ようこそミシュラム迎賓館へ。特務支援課のロイド様とエリー様でいらっしゃいますね。ええ、そうですか。あれ、あなたは？確かオークションで案内役をやっていらした。あ、そうだったわね。その説は失礼いたしました。主人の方はあのような形になってしまいましたが、自分をはじめ多くの使用人は迎賓館の管理を引き続き任せていただくことになりまして、これもリーター市長のご配慮の賜物でございます。なるほど、それは何よりでした。通商会議ではこちらに各国首脳が泊まられたそうですね。本当にお疲れ様でした。もったいないお言葉、ありがとうございます。あ、来た来た。キア、先に来てたのか。うん、シュリと一緒にぐるっと探検してたんだ。そろそろ晩餐会が始まるんだって。わかったよ。それでは案内よろしくお願いします。かしこまりました。ではどうぞ中へ。いやいや、本当に遅れて申し訳なかった。招待した側が遅れるなど本来あってはならないのかな。いえ、市長がお忙しいのはさすがに分かっていますし。どうもお疲れ様です。まあお父様の場合、忙しいのは自業自得ですけど。まあその通りなんだがね。もうベルったら。しかし練習と公演ばかりで詳しくは知らないんですけど、また随分思い切った提案になさったみたいね。実は就任当初から考えていたアイデアでね。本当はあのタイミングで出すつもりはなかったが、そうも言ってられなくなった。なので思い切って採用投げさせてもらったよ。
なるほど。そして幕が上がったステージは最後まで踊り続ける必要がある。その通り。聞けばアルカンシェルは金の太陽、銀の月のリニューアルに挑戦するとな。実はその初公演の翌週に国家独立の是非を問う住民投票を実施することが決定してね。そうだったんですか。おかげさまで楽しい休暇で過ごせたわ。どうもありがとうございます。どうも。私は部外者なので申し訳ないくらいですけど。いやいや、とんでもない。ウルスラ病院の関係者からあなたの噂は常々聞いている。何でも聖女ウルスラの再来と言われるくらいの働き者だとか。お会いできて光栄だよ。さすがにそれは大げさかと思いますけど、そう言っていただけると光栄です。もうお父様ったら、先ほどから妙齢の女性ばかり褒めそやして。少しはロイドさんたちもねぎらってはいかがですか。おっと、これは失礼。いやはや美しいお嬢さんばかりで年がいもなく舞い上がっているようだ。まあでも招待してくれて本当にありがたかったっすよ。そうだね、いい気分転換になったし。市長ありがとうございました。すっごく楽しかったです。キーヤも楽しかった。それは何よりだ。蒸し返すようで悪いが、あれは本当に不幸な事件だった。いくらタワーの爆破までしようとしたテロリストとはいえ、あんな形で命を落とさなくてはならないほど罪深かったとは思えない。二度とあんな事件が起きないよう尽力するつもりだ。この世に正義が実在すると皆に信じてもらうためにもね。ディータ市長、そう言っていただけると胸のつかえが取れた気がします。しかしその独立の是非を問う住民投票ですが、もし賛成が上回った場合、本当に独立できるものなんですか。いや、住民投票自体に独立を可能にする決定力はない。ただその結果は必ずや諸外国への意思表示となるはずだ。そうして徐々に国際世論を形成し、二大国から何とかして独立をもぎ取っていく。それが私のシナリオだ。なるほど。こう言っちゃなんだけど、相当険しい道のりだよね。マジか。いや、君の指摘通り。Too bad everything he's talking about doesn't come to be realized, because if you play Trails of Code still, you know this does not end well. That his whole plot does not end well. Mayor Dieter gets kind of screwed over. おじさま、誇り高くあるための力と可能性ですか。なるほどね。今後クロスベルが歩く道は困難なものになる。無論我々大人たちは粉骨砕身の覚悟と努力でその道を切り開くつもりだ。だがそれに続いて高みを目指していくのは君たち若者の役目だと思う。君たちも、君たちならではのやり方でクロスベルの明日に尽くしてほしい。Which kind of makes me feel bad for Mayor Dieter, because he's actually trying to make Crossbell better, but it's happened. I know it's not going to happen due to the fact of Trails of Code still.
行く手に立ち塞がる。ディーター市長は彼なりのやり方で壁を突破しようとしているのか。でも俺たちはマフィアの時は勝手に壁が消滅しただけだった。そしてそれ以上の壁が俺たちは、俺はまたあまり役に立てないでいる。それで本当にいいのか。ダメだ、疲れてるのに全然眠れない。ちょっとラウンジで水でも飲んでくるかな。Wait, he's thinking of way too much. Yeah, Lisa. Lloyd san, でしたか。ごめん。いきなり声をかけて驚かせたかな。そんな、私がただぼーっとしていただけですし。そこいいかな。すごい月だな。クロスフェル市と違って街明かりが少ないおかげかな。そうですね。その朝、ワジのやつに変な風に突っ込まれたんだ。俺が夜中にふと起きて女の子とばったり出くわして二人っきりになりかねないって。正直意味不明だったんだけど、当たっちゃったと思ってさ。ロイドさんは不思議ですね。誰かにそばにいてほしい時に本当にそこにいてくれて、そこにいてくれるだけでなんだか安心できてしまう。支援課の皆さんが羨ましいです。買いかぶりだよ。一人前の捜査官としても、みんなのリーダーとしても、まだまだ足りないところが多くてね。もっと、もっと大きくならなくちゃな。なあ、リーシャ、失礼かもしれないけど、聞かせてもらってもいいか？失礼だなんて、一体何でしょうか？どうして君は、そんなに、そんなに儚い目をして笑うんだ。思えば出会った時からそうだった気がする。イリアさんに望まれて最高のステージで活躍して、リーシャ・マオといえば今やクロスペルじゃ有名人だ。なのにどうして、どうして君はいつも何かを諦めたような微笑みを浮かべてるんだ。どうしてそんな。よく知ってる人が一時期浮かべていた笑顔だったからさ。今ではもうそんな儚げな笑顔は見せなくなってくれたけど、だけど君はふと気づいたらいつもそんな笑顔だった気がする。その人の笑みは大好きな人にもう会えないという悲しみに耐えようとするものだった。だったら君は、イリアさんが大好きな君はどうしてそんな風に笑うんだ。彼女はいつも君のそばにいるのに。正直驚きました。 Well, Lloyd's very perceptive, so why are you shocked? まさかそこまでなんて。それじゃ正解です。多分私はそう遠くないうちにクロスベルを去ると思います。はあ、やっぱりか。理由は俺が聞けることじゃないか。
はい。でも、そうですね。詳細はやめておきますが、私は本来歩むべき道があるんです。歩むべき道？家業のようなものです。小さい頃からそのために生きてきました。気の遠くなるような昔から祖先が受け継いできた道。今となっては何のために歩んでいるのかわからない道。そうなのか。でもだったら。だからといって必要ない、そう否定もしきれない道です。少なくとも父はその道を受け継ぐことに意味を見出しているようでした。世界そのものに働きかけ、歴史を動かすきっかけたりうる暗くひそやかな道を。そして私もまた父からその道を受け継ぎ今まで歩いてきました。そう、これからもまた。変ですね、私。イリアさんが勧めてきたワインはちゃんと断ったんですけど、それとも月の光に酔ってしまったのかしら。そうかもな。ごめん、軽々しく立ち入ったかな。いえ、いいんです。なんだか私もいっぱいいっぱいになっていたので、話を聞いてくれてありがとうございました。そっか、お役に立てたら光栄だけど、でもリーシャ、もしかして君は。ライド、interrupts everything。キア、あら、あ、リーシャもいたんだ。ひょっとしてお話し中？あ、ううん、もう終わったから。ああ大丈夫だぞ。ひょっとして眠れないのか？なんだか怖い夢を見たような気がして。そっか、俺のベッドで一緒に寝るか？いいの？ああ特別だけどな。ごめんリーシャ、変な形で中断しちゃってさ。とんでもない、ロイドさんのおかげで私もなんだか眠れそうです。ありがとうございました。そっか、先ほどの話、どうかイリアさんには内緒にしていてください。いずれ檻を見て自分で話すつもりですから。わかった、頼りないかもしれないけど何かあったら声をかけてくれ。できる限りのことはさせてもらうからさ。ありがとうございます。ではもし困ったことがあれば相談させてもらいますね。おやすみなさい、ロイドさん、ギーヤちゃん。おやすみ、リーシャ。おやすみなさい。リーシャ、どうしたの？いつもなんだか悲しそうだけど、ちょっと感じが違ったね。そっか、キーヤもわかるのか。まあ、いろいろあるみたいだ。俺の方でもできるだけ気をつけておくつもりだよ。ライド、かっこいいね。からかうんじゃありません。さてと、とっととベッドに戻って寝よう。あ、トイレとか済ませたか？ロイド、デリカシーなさすぎ。Well, that's an interesting dream. 起きなよ。
ライド。あれ、今何時だ。夜中の2時くらいかな。ずいぶんうなされてたけど、どうしたんだい。ああ、なんだか変な夢を見ていたみたいだ。あれ、え、なんだ、どうした。ランディ、起こしちゃったか。まあ気にすんな。それよりキーボーがいないのか。さっき二人で戻ってきて一緒に寝てたみたいだけど。二人とも気づいてたのか。そうなんだ、一緒に寝てたはずだけど。部屋にはいないみたいだね。ま、ちょっと探してみようぜ。ああ、悪いけど頼む。Ruh-roh, Shaggy? そうですか。やっぱり2階にも。も、申し訳ありません。すべての客室をくまなく調べたわけではありませんが。いえ、十分です。こんな真夜中ですし。まったく、あのちびっこ、何寝ぼけてるんだよ。さすがにちょっと心配ね。どこに行っちゃったんでしょう。私のサーチでも見つかりませんでしたし。一体キアはどこに。あら、おお、お前がいたか。おい、ついてこい。こっちだと言っています。とにかく追いかけましょう。気をつけろ。はあ、しかしよくわかるわね。でも気をつけろって。時間がない、とにかく行ってみよう。フラン、セシルネ、それとイリアさんたち、皆さんはここで待っていてください。でもまあ仕方ないわね。足手まといかもしれないし。でも何かあったらすぐに呼んでちょうだい。一応救急箱とかも持ってきているから。ああ、わかった。皆さん、どうかお気をつけて。いざとなったらエニグマで連絡してくださいね。Okay, so we at least have our parties. Resting thingy McGigger.垂れ幕が変わってる。おいおい、こいつは。Impello doing something? いつの間にこんな、うん。夜限定のイベントとも思えないけど。そんな話は聞いたことはありません。Not sure if I'm saying his name right, but it's、the Ouroboros Enforcer. ありえないです。だろうな。あれは、フールのワンダーランド。完全に名前が書き換わってんじゃねえか。夢でも見てるんでしょうか。夢は夢でも悪夢の類みたいだけどね。どうやらキーヤはこの先にいるみたいだ。だったらとにかく中に入るしかない。ええ、行くしかねえな。
やれやれ、いい趣味してるね。ここまで凝ってるとため息しか出てこねえな。それにしても不気味なキャラですよね。ミッシーの代わりにこんなものを。絶対に許せないです。リオちゃん落ち着いて。それにしてもキアは一体どこに。左右前方何か来ます。何？ Probably archaisms。Wow. これってホラーコースターの化け物にしちゃガチすぎんだろ。とにかく迎撃するぞ。来る。手ごえぞ。気をつけろ。了解です。Ouch! That hits pretty hard. Okay, I'm right. That's the one that absorbs physical attacks. Oh my. Wow, this is going to be an interesting thing. They keep calling for backup. Oh my, this is gonna be bad. Oh, biscuits! This just went bad. I'll probably just let him beat me. Because it looks like it'd be easy to just beat him if I'd just focused one, like back in when I was playing Trails in the Sky. Or we might not be resetting this.
Yeah, this would have just been easier if I'd have just... decided it was over from the beginning. Wouldn't nearly be out of hand as bad as it is. Yes, I'm kind of letting myself be defeated on purpose. Oh, come on. You can beat us faster, guys. Okay, let's do this from the beginning. Retry. Sir, art annoyance. Now that we've... Oh, wow. Okay, so wind magic does not work on him. And of course, it would put Randy to sleep. Of course it would call for backup. Would you stop putting our people to sleep, man? It's kind of an annoyance. Like massive amounts of annoyance. He's calling for backup. Oh my, it is still alive. And I have no magic. Oh my.
This is gonna be a very bad fight, by the way. Calling for backup, man. Oh, for hydro cannons, because that thing hurts. Rid of that. Okay, buddy, could you calm down there? There we go. That makes this fight so much easier now. We go. Now this fight's gonna be a lot easier. And I missed. That was about fun. There we go. All the backup's gone. Just energy missile the people that didn't need the energy missile. Oh, that the AI at times. Well, Tio, you can't really do anything against that. Thank you.
ルの番だね。やっやっLike we got this now. Nice. Nice. I'll take all of that.なんだってんだ。でも今の手応えはいつまで隠れているつもりだ。いい加減出てこい。え、へー。Here he comes. よくわかったね。な、男の子。気配を感じませんでした。てめえ、何者だ。釣れないな。一度すれ違っているはずだし、知らぬ仲じゃないっていうのに。ねえ、特務支援課の諸君、あなた、もしかしてヨナの部屋でロイドさんたちを罠にかけようとしたハッカー、そしてテロリストたちにタワーの情報を流した張本人か。実際に会うのは人形工房前ですれ違って以来だったな。正解。ウロボロスが執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネリア、以後お見知り置きを願うよ。リベールを混乱に陥れた謎の秘密結社。あの工房の前で会った以上関係があるとは思ってない。まさかテロリストなんかに協力していたとはね。彼らも災難だよね。ヘイニエルに赤い星座、厄介な連中が出てきたからね。特に帝国の人たちは本当お気の毒だったな。ふざけないで。一応協力をしていた仲間だったんでしょ。彼らはあくまで僕が利用してた駒の一つさ。なかなか面白い形で動いてくれそうだったから少し手伝ってあげただけでね。彼らの主張やイデオロギーには全く興味ないんだよね。なかなかいい性格してるじゃないか。ワジさんといい勝負なのではないかと。ザレ事はそこまでだ。このクロスベルで一体何をしようとしている。何にもキーヤをどこへ連れ去った。力ずくでも話してもらうぞ。いい気迫だね。でも君たちのお姫様には別に何もしちゃいないよ。さっきここをフラフラと通り過ぎるのは見かけたけどね。はっ、てめえ
しらばっくれるつもりか。でも事実だからね。信じるかどうかは君たち次第だけど、今日のところはあくまで君たちに挨拶しに来ただけさ。This can't end well. ずいぶんと大掛かりな手品じゃないか。まさか現実の類い。それじゃあ僕はこれで失礼しようかな。また近いうちに会えることを祈っているよ。おお、お姫様なら奥の城へと向かったはずさ。とっとと保護してあげるんだね。それじゃあまた。あれか、あれか、ウロボロス。エステルさんたちやレンちゃんから聞いてたけど、ハッキング技術といい、とんでもない集団みたいです。おいおい、あんな連中までクロスベルに来てんのかよ。そんな、どうしてクロスベルばかり。いろいろ裏の事情がありそうだね。まあそれはともかく、今はキーアを保護するのが先じゃない。そうだ、奥の城って言ってたな。行ってみましょう。At the Castle of Mirrors. いた。よかった。どうして、どうしてなの？キア、大丈夫か？よかった、怪我はしていない。あれ、ライドたちどうしたの？どうしたのって、あのな。キア、どうしてここへ？ロイドさんたちの部屋から歩いてきたのですよね。ん？ここって昼間のお城？キーア、なんでここにいるの？やれやれ、全然覚えてないみたいだね。ね、寝ぼけてここまで来ちゃったんでしょうか？いや、それにしちゃ壮絶に寝ぼけすぎだろう。キボー、何も覚えてないのか？なんか夢でキーアを呼ぶような声が聞こえたような。あれ、キーアが呼んでたのかな？うん。夢だもの、仕方ないわ。とにかく無事でよかった。そうだな。よし、俺たちも一旦ホテルに戻ろう。キーア、部屋に戻ったらちゃんと寝るんだぞ。はーい。キア、ご機嫌だな。なんかいろいろあったけど、ちゃんと楽しめたか？うん、またみんなで一緒に踊
いいかもしれないな。昨日の様子からすると何かあるのかと思ったけど、すっかり元気そうだし、そんなに心配はいらないかな。むしろ心配すべきは結社の動きの方か。ライド、どうしたの？いや、なんでもないよ。それよりキーヤ、本当に昨日の夜変な奴を見かけたりしてないんだよな。ピンク色の服を着た奴とか。見かけてないと思うけど、キーヤ寝ぼけてたみたいだからちょっと自信ないかも。そっか。あ、いや、それならいいんだ。あら、こちらにいましたか。マリアベルさん、どうもお疲れ様です。お疲れ様はあなたたちの方でしょ。しかし結社といったかしら、ふざけた連中もいたものね。私の人形をさらったのもそいつらの一員という話です。これは保安部の警備体制を徹底する必要がありますわ。そうですね。民間の警備員の手に負えるやつじゃないと思う。やっぱり俺たちの方で気をつけておく必要があるな。まあそれはともかく、ロイドさん、キーヤさん、ふと思ったのですけど、みんなで記念写真を撮らないこと。ああ、いいですね。記念写真って前にみんなで一緒に撮った？ああ、みんなと一緒の思い出を写真に残しておくものさ。それを見れば今回のバカンスをいつでも思い出せるってわけだ。うん、撮りたい。決まりですわね。そうなると船内よりこちらの方がいいかしら。そうですね。せっかくのいい天気ですし、俺みんなを呼んできますよ。ええ、お願いします。それと船内にいる添乗員に声をかけてください。記念写真のサービスならすぐに受け付けてくれますね。わかりました。大切な人たちに余計な心配をかけたくない。いい女は大変ですわね。何か悩みがあるのでしょう。私ならば力になれるかもしれませんわ。Uh-oh. Well, that's an interesting thing. はい、お疲れ様でした。おめでとうございます。ランクアップしました。さすが皆さんです。And with that, we'll save here and continue on Wednesday, hopefully. Hope you're all enjoying, and if you are, please leave a like and subscribe. Later!